はい、どうも、サグワです。というわけで、なんと私サグワ、足ひび入っちゃいました。短くて2週間から3週間、長くて1ヶ月ぐらいは治るまで時間かかるっぽいんで、まあちょっと当分北海道とかちょっと地方行けないんですけど、まあやれることやっていきたいと思います。で、今日は鶏のとブロッコリーのやつ、なんかヒカルさんかなんかがまた株かなんか買ったとか言って話題になってたやつなんですけど、だからツイッターでめっちゃそのネクストの人たちが食べてんのがめっちゃ回ってくるから、うわ久々に食べたいなと思って、この前一人で食べた。で、とりあえず調味料は全部ゲットしてきました。で、なんで怪我したかもちゃんと話しますんで。なんで、うん、黒人にぶん殴られた。話さんでいいよ。いや、みんななんでってなるじゃん。いろいろあるね、人生。悪いことしてるわけじゃないんですけど、分からんわ、ちょっと。何が？なんか男の子が、うん、女の友達同士でさ、この人ちょっとムカつくなって思うことあってもさ、うん、ほぼ言わん。言わないってこと？うん、あお互いの強。まあ喧嘩ぐらいするよ。する。いや、けどさすがに勝てなかった。いや、まあそうないってわ、そんな詳しく言わない。分かった分かった。まあ男の子なんですよ、小学生やね。これ結構大怪我だよね。大怪我。交通事故ぐらいあるよね。俺誕生日になってこうなってんだよ。うん、厄年ありますよ。よだれちゃった。厄年か。厄年は存在しますよっつって。じゃあいただきます。でも全部種類買ったから、これがなんか四川風、これがちょっと中華系。お、多分俺これめっちゃ好きだと思うな。え、この前これ美味しかった。いただきます。顔の腫れは結構収まったんだよね。美味しいか美味しくないか言ってよ先に。普通に。いや、もう顎開くようになったなって。いや、昨日全然あ口開かなくてさ。四川風美味しいんだ。うまい。え、だから帰ってきた時さ、あのマムシに噛まれた犬ラッキーちゃんでいるじゃん。ラッキーくんなのかな、ラッキーくんか分かんないけど、もうめっちゃ笑われたんだけど、顔見て情けなーつって。嫌や。嫌だよね。いや、それは嫌だよね。じゃ別に顔がどうとかそういうのじゃなくて、うん、負けてきたから。いや、そう、勝てばよかった。勝つまくるとかじゃなくて、やる側やられる側とかじゃなくて、もみぐちゃになってるの見たくない。うん、まあそうだよね。多分その場におったらめっちゃちょっと見たくない。いや、その場にいたら多分そうなってないと思うよ。床に座るの間違ってたかもね。うん、だからさ、ペイもさ、アキレス腱切ってたじゃん。うん、いや、相当痛かったんだなって。うん、あれ切れてるかな。うん、だってこんなひび入ったレベルなんてさ、大したもんじゃないじゃん、アキレス腱切るにしたらさ。で、包帯巻くのうまいね。なんでびっくりしたから、こっち見たら。慣れてるから。OK、俺はね、もう昔からこれが一番好き。この七味マヨ。うん、これだけでも無限に食えるよね。美味しいよね。え、カレーも美味しいで。カレー食べたい。カレーどれだ。うん、うまっ。痛い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 、ググ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 グ、痛いよそれ。ピーチなって言おうとしたらホックやった。これはなんだ。塩、OK？ うん、塩ドレッシング。うまい。これなんだ。エビチリみたいな甘チリソースだ。うん、じゃあナンバーワンどれ。俺カレーかも。うん、うん、カレーめっちゃうまい。和風ステーキ。和風ステーキもらいます。じゃあ、うん、うん、和風ステーキうまっ。なんかステーキなら、うん、何待ってんのピーチ。確かに和風ステーキめっちゃうまいわ。美味しくない？うん、1位マヨ、七味マヨ、うん、2位カレー、3位和風ステーキ。ああ、でも分かる分かる、どっちか分かる。服とピーチ分かるよ。もうみんなピーチずっといていいんだよ、うちに。で、いやって。ふざけんなお前。お前ふざけんな。あ、結局見てなかったね昨日。イッテ Q かなんかでさ、何だっけ、ゴンバレルーヤの2人がニューエラの服着てくれてた。うん、ね、ゆうかちゃんとニューエラのコラボの服着てくれてたって言ってたけど、うん、優しいねマジで。だってさ、テレビなんて衣装用意されるわけでしょ、自分で言わないとダメでしょ、これ着たいですって。え、嬉しいねけどそれ。うん、2人優しい。優しいよマジで。あと、そう、なんかこの前俺が動画でさ、なんかサベージクラブでクラティとか部活の服作りますよって言ったら、メッセージね結構来てくれて、ありがとうございます。担当がメッセージだったりメール返してくれるんで、ちょっとお待ちください。クラティってどのタイミングで作るの？文化祭とかじゃない、5月とかじゃない。だからだクラティ作る。俺なかった、うちの学校文化は。今普通にあるのかな。いや多分わかんないけど、俺の
地元はそもそもそういう洋服を作る工場がなかったから近くに、そのカルチャーはなかったのかもね。予算聞いてなるべくその予算にね、やっぱ学生とかってお金ないじゃん、1枚に対する予算なんて高く詰めないじゃん。しかも決まってるんじゃんお金、うん、予算決まってると思う。だからなるべくその予算に寄せれるように俺らも努力するんで、よかったらメールお待ちしております。もうサベージ始まって直後にやったことあるんだよ、うん、クラス T シャツ、うん、けどその子たちとは打ち合わせし、直接打ち合わせしてリモートで俺がそうえ、なんでサグアがいいんだって言ってた知らずにえ、いや黙ってやった、うん、もう学校でのエピソードなんかあんま思い出せないの。にゃんこ大戦争してたくらい。えにゃんこ大戦争流行ったじゃん。えにゃんこ子いっぱいってこう敵倒すやつ。にゃんこ大戦争知らないの？ちょっと違う、お前ふざけんな。にゃんこ大戦争は大ヒットアプリだわ思い返したらそういうクラティとか文化祭とか、うん、もう一回経験したい、うん、みんなでさ同じ T シャツ着てさなんかやるのめっちゃいいよね。いやどんなデザインが普通なんクラティって。いやみんなもうね、みんなねアウトなやつばっかりだよ。あ、著作権、著作権アウトなばっかりだから結構修正したりするの大変。パロディ系が多いねやっぱり。え、だって高校生の時著作権とか知らんかったから、え、ミッキー入れたいとか絶対あ、そうそう、そんな感じだよみんな。けどそれダメなもんはダメだから、うん、まあ断る時は多いけどねそういうの。もし自分がさクラス今おったとするやん、うん、高校生で、うん、クラティって言われたらどんなデザインにするいうかもう決まってる。何や。担任の顔写真貼る。あ、いいね担任の師匠なんかもこれ。え、あれでしょ、あの黒い額縁に入れてお花周りに頼んで。なんで縁起悪いし担任の家じゃねえんだよって。そう、担任の顔写真。うん、なんかもありだね。変におしゃれにクラティって絶対おしゃれにしたらダサなるって気すね、うん、いやいや、クラティはごめんけどクラティはダサくていいんだってでもじゃだからもうそっちに振り切ったみたいな、うん、みたいな。最近は何、野球のキャンプの野球部とかさキャンプ行くじゃん、うん、その時のチームユニフォームとかもあるね。あ、めっちゃいいやん。まあ、けどそれはなんか普通にもチームロゴだからさ。もし今自分の家族でクラティ作るんやったら家族でクラティ家族 T シャツ作れたら、うん、華麗なる一族みたいな写真撮ってます。あ、いいね。いつ着るの？パジャマ待って、それで家族旅行行って犬の T シャツ作られへんの？余裕だって。犬写真さえあればフォト T 作れるよ。自分のフォト T？ うん。あ、じゃあ逆に、うん、ゆうかが人間が服、じゃあ人間が着るやつはフックの写真とピーチの写真載せるけど、うん、フックとピーチが着る写真はゆうかとサグワくんの写真載せるやつキモくらいさねえ、それさ近所の人とか見られてみ、お前え、でも迷子になってもすぐ見つかんで、まあ、なることないけど。松葉杖やだな。ペー何ヶ月かかったの？半年。ペー半年かかったの？足を悪くして3ヶ月やったけど。うわ、それしんどかっただろうな。懐かしい。今普通に歩いてるって思ったら変な感じするな。今日リハビリ行ってたよね。行ってた、めっちゃ行ってた。やっぱアキレス腱切るとリハビリになるんだね。でも未だにダッシュはできひんけどな。え、怖いんじゃない普通に。ああ、お前さ、ここ通らんでも後ろ通れや。だから俺松葉杖使うのめっちゃ下手って看護師に笑われたんだよね、病院でめっちゃ下手ですねって危なっかしいってまあけど俺その前からちょっとユーモアな会話してたからさ、うん、ま、笑わせたりとかさしてたから、まあ、結構向こうもフランクに接してくれたから多分そういう風に言ってくれてんだけど。大股すぎんねん。大股すぎんねん。大股すぎ、うん、なんか教えてもらったのはまず足を後ろにやれって言われた。このこうしろって言われたんだよ、うん、けどこれめっちゃ痛いんだよ足、うん、だからこうするじゃん、うん、それ後ろに体重いっちゃうからすげえむずいんだよね。こうか、下手じゃない？やってみたい。身長は前やわこれ身長は前映ってないって絶対。ちょっと待って、ガンダムみたいな。いって脇痛なるな。いや、それは身長合ってないから。脇のむくみ取れそうというわけで、まあ、皆さんも怪我は気をつけてください。まあ気をつけてもね、怪我するときは怪我するんですけどね。というわけでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね。やっぱさすがですねここ。はい、今日も動画最後まで見てくれた。おっぱい触るな、かゆくて。というわけで今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた動画撮ります。バイバーイ。